ルフロマンティック、ドルフがドイツ語で村なのかな、多分英語ドイツ語、ドイツ語っぽいですね。クイックアンドラッグズレフトマウスボタンとムーブザカメラ、あーはーはーはー、でまあ忘れろでも動くよと。クリックアンドラッグライトマウスボタンとローテッツカメラ、あ回せるよと。でズームができると。で、you realize it escapes out of hexagonal tiles. Click on one of the empty tiles, throw it around your board with your left mouse button to place the top tile from your tile stack. これを置いていけると。While hovering over an empty slot, use scroll wheel. ああ、回せるのね。はい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 。こうやってつなげられるんだ、形を。ここすげえじゃ気持ち悪いな。これはこの金色のやつを、つなげたいのではないのか。Tiles can only be connected to other train or the tiles try it out. Every time you place a tile, you gain points according to how well it fits to its neighbor. Each collects 20 points to complete the tutorial. 200ポイント稼いだら、エディット。Congratulations, you also unlocked your first special tile, the windmill. It might show you up with the tile stack in your next session. So again, やっと1個クリアできた。これむずいな。でこっちは木を5個つなげなきゃいけない。でこっちは水を2個つなげなきゃいけない。プラス2じゃなきゃいけないのか。ここだとまあ超えると。
っちゃいまして、これがぴったりなんじゃないかな。で、プラス39。
まずったな、これ。向き間違えた。なるほど。一見繋がんなくなっちゃったな、どうしても。しくじりました。あ、繋がった、やった。まだいけるよ、やらしてよ。かわいいな、このゲーム。ここなんか置けなくなっちゃうのかな。でもね、だから一箇所に集めすぎてもダメってことだな。さっき家のこの71とかが後から作れなくなっちゃったから、2つぐらい作っていったりとか分けてね、行った方がいいと。で、線路は線路で周りに置けなくなったりするのが、水もそうだね。この辺とか置けなかったし、だ
これも本当はこっちと繋げてればもうちょいいけたかもしれないって感じだね。ということで、ドルフロマンティックデモは、タイルを85枚まで置くことができる、ね、スコアが出ました。3270点取れました。これがいいんだか悪いんだか分かんないのが何ともないよね。